What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to call our feelings that have faded? Complicated.おはようございます。白くまチャンネル、白くまです。小雪降る中オープン白くまチャンネルの恒例ですね。今日ちょっとね、雪降ってたんですよ。今もう晴れましたけどね。まあ一応ね、雪の中もオープンということでね、まあ、ちょっとね、ちらちらとまだ降ってるんですけど、うん、見えますかね。いや本当にね、雪、小雪くらいだったらね、全然オープン大丈夫なんでね、走ってても全然平気なんでね。雪の質問ね、意外とね、ちょっとずつあったんで、まあ、前にもね、動画でお話少ししてたんですけど、基本雪ね、寒さはね、北海道ほどではないです。青森市今年雪少ないですけど、ただ24時間ね、降る量とか降雪量だけで言ったら、都市では世界で一番と言われてますね。降雪量に関してだけは。寒さね、そこまでひどくないんですよ。実は北海道やっぱりね、寒さは桁違いですね。うん、でも今年本当雪ないですよ。異常ですね。こんな雪ないのは何十年ぶりかな。うん、雪の壁がないってね、すごいですよ。うん、冬かなっていう感じがね、すごい個人的にはあります。でなのでね、今年はね、雪の中のね、本当に動画が少ないんですよ。いいことだとは、いいこと、個人的にはね、YouTube、動画を上げる側としてはね、ちょっと困った話になってますけど、で大変とかすげえとかいうのがないんでね、まあ、この程度、一晩でね、この程度だったら全然平気なんで、まあ、ひどい時はね、一晩でね、1メーター弱とかね、まあ、青森市ちょっと外れになると、一晩で150センチとか24時間で150センチとか去年もあったんですけど、普通に降るんで、まあそれでもね、今年は本当に少ないですね。今から1メーター降っても全然平気ですね。コペンでも大丈夫だと思います。でコペンね、何が問題かというと、とにかく車高なんですよ。もう車高はとにかく問題ですね。私の経験上、コペの場合 LSD がなくてもトラクションコントロールがあるので、それなりには大丈夫だと思います。正直に、まあ、LSD 入ってる方がいいとは思うんですけど、 LSD なくてもね、圧接路だったらそこまでね問題ないし、問題はね、もうとにかく車高だけですね。この車高がね、もうめちゃくちゃ厄介、それだけなんですよ。でタイヤちょっと大きくしたいんですけど、大きくするとね、やっぱりギリギリらしくて、まあ、設計自体は全部全体的にギリギリのような感じはするんでね、私乗ってて。ギリギリ感がね、タイヤホイールにも、タイヤハウスにもね、あって、やっぱり大きくすることがね、やっぱりリスクになりやすいっていうのはね、どうしてもあるんですよ。なので、径の大きさは一応今のところ幅も径の大きさも変えてはいないですね。ただ、インチはダウンしてあります。14インチ入ってますね。もうそのくらい、まあ、コスト的なこともあります。ただやっぱりサイドが柔らかい方が冬はやっぱり乗りやすいような気が個人的にはしてるんで、高いやつをなるべく昔から選んではいますね。値段も安いんでね。お、本格的にちょっと降ってきましたね、雪ね。ということでね、めちゃ気持ちいいですよ。このくらいの雪の中走るのはね、意外と好きですね。
あと水しぶきに関してもね、そこまでひどくはないです。サイドのねガラス上げてたらね、そんな問題になることはほぼないかな。ただね、すれ違う車とか追い越される時、だ2車線で大型トラックとかバスがねこう脇を通り過ぎるときはすごいですね。水がねブワーッと入ってきますし、はい、すれ違いざまの時も入ってきます。普通に前走ってる車からこうたくさん来るっていうことはほぼないです。ということで今日はここまでです。今日も取手出しでした。ではでは、気持ちいい。